どうもこんばんは、平井博明です。今回はというかワンラップゴルフではダウンスイングで左脇を締めてください、左ハンドルを切ってくださいのような、左サイドをとにかく緩めないでください、木を開けないでくださいとかって動画が多いと思うんですよね。その理由としてクラブがダウンスイングで寝ないようにとか、その振り遅れを最小限に防ぐために左脇をこう締めてクラブをダウンスイングでこう立たせるような仕草をしてくださいというようなまあニュアンスのことを言ってるんですよ。でもどう頑張っても左脇が締まらない方もいれば、締まりすぎてロックがきつくてこうやってクラブが逆に寝てしまう方もいらっしゃるんですよ。その関係性について動画撮っていきたいと思います。平井博明のワンラップゴルフ。本当単純なことですよ。こうやって胸の向き変えないでこうやってやったら脇締まるじゃないですか、左脇で。こうやってやったら脇開きますよね。こうでそれがこうやってアドレス取るじゃないですか。で胸の回転と腕のフルスピードの関係性なんですよね。腕のフルスピードよりも胸の回転が少しでも勝ってればずっと締まってるんですよ、左脇って。でもここのクラブの手のポジションの時に胸をちょっと戻すと左脇って開くんですよね。そうだから胸の回転スピードよりも腕のスピードが勝つと左脇って締まらないんですよ、ずっと。でも胸のスピードが勝つとどんどん締まるんですよね。だからそういう関係性が分かってきたら、締めすぎだとか締まらない理由はとかそういうことに悩まなくなってくるんで、その結局ここにあるものをこうやってグッて引っ張るんでずっと締まるんですよ。右にあるものを回転で引っ張ってくる。そう、それを例えばこうやって下ろそうとして下ろしすぎたらどんどん左脇が緩むんですよ、回転しなかったら。下ろしたんだったら回転して締める、下ろしたんだったら回転して締めるっていうのを繰り返してるとずっと締まったまんま来るんで、インパクトが分厚くなってくるんですね。そうすると最後に押し込めるんですね、こうやって。そういうのが左脇が締まる締まらないっていうのを関係してくるんで、同調してればトップで作った左脇の締め感がずっと一緒ってことですね。こうやってこうやってずっと一緒の感じ。それにクラブヘッドを振るわけじゃないですか。そうするともうちょっと締まったりもうちょっと緩んだりとかって絶対なるんですよ、スイング中。それをずっと同じ締め感でいきたいからプロなんかこうやって打ったりするんですよね。ずっとこうやって変えないでこうやってこうやって来て、で最後こうやって押し込んでいくっていうような感じのスイングのプロが多いっていうことですね。そういうのがスイング中に必要だなと思った方はそういうふうにやっていただければいいですよね。あと注意ポイントとしては、締めすぎるとクラブがこう立ちすぎる、あくまでこのオンプレーン上この状態でこうやってこうやってやってあげること、こうこうじゃないよってこと、こうなってきて体回転するとこうなってきやすいんで、まあそういう関係性もありますけども、体が止まったまま、要はよく右向いて打つとかっていうんですけど、右向いて打つ人がこうやってやったらこうガブって上から来るんで、もちろんこうやってこうやって振ってあげる中に前傾姿勢が入って振ってあげるんで、こうやってクラブがこう斜めに動きますよってことを分かっていただければと思います。質問なんだけどさ、胸が先に行くと締まるって言ったじゃん、腰切って胸が先行きすぎるとさ、寝るじゃないクラブが、でもそれで脇が締まってるってこと？締まってる。そしたらなんか左脇締まってない方が戻せそうな感じするんだけど、そんなことはないの？それは その関係性は、いやその通りだと思うよ。単純にクラブだけ戻すんだったら、脇なんか関係ないからね。あ、それは別の話なんだ。そう前提言った方がいいね。そうだね、これは70代以上ね全然関係ないじゃん。じゃあほとんどが失礼になっちゃうけど、そういう意味じゃなくて、いや厳しく言えばそうよ。そうだよね。そうよ、だって左脇を締めてこうやってギューってくるのなんて、変な話、競技レベルよ。だからそういう動画が伸びる意味が俺は分からない。左脇めっちゃ伸びてるよね、ずっと昔から。うちの動画も左脇伸びてるじゃん。うちの動画が全然意味分かんない、いやそんないないでしょって、そのレベル。はあ、なるほどね、そうか。あれだ、マラソンでいうと俺 YouTube 見てるからさ、マラソンの3時間切りの人のなんか練習の話とか見たところでさ、出場してる人のさ上位さ数パーセントの話なんだよね。だからみんな見てんだろうけど、
見ても意味ないよねそんな速く走れないの。変な話、背伸びして、うん、そういう動画を見てる人と、うん、基本しかやってないでグワッて来た人だったら、うん、基本しかやってないでグワッて来た人の方が絶対に強いから、ほんとそれはつくづくなる。基礎っていうのはどんだけ大事かっていうのはもう痛感してるから。そっか、じゃあこれはなかなかそのレベル高い人がやるやつなのね。序盤で言った内容はちゃんとしたこと言ってんだけど、うん、さっきの徹君のえひょっとしたらみたいなのが多分一番いい質問かもしれないだからそこに気づいてくださいって思う。俺も脇を締める締めないは関係ない人の方が多いから。はあ、なるほどね。じゃあいつでも戻せるようになってってことか。そう、戻せ、じゃあもういつでも戻せるよ、その先にそれやろうかってことね、うん、ああなるほど、その度合いを調整するというか。そう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 、だって10級って2級クラブ寝てる人が やっちゃダメだ。寝るって何ってなってきた人がね、うん、そっかそっか。要はそこをコントロールできないのね、左脇はコントロールできないから、うん、いつでも立たせられるから、その具合でちょっとしたところを調整してくれる。そう、細かく言うと寝てる人が起こす度合いを調整してる段階の人は意味ないから、うん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 、起こせられる人がどれだけ寝かせたら大丈夫なのかギリギリのところでやってる人がそういう左脇を締める動画だから見る、うんうん、見るの。こっちにしようとしてる人、立たせられるから左行くのが嫌で、うんうん、どれだけ右セーフなの、ここまでここまでここまで、あーギリギリ買ってやってる人は大丈夫。あ、寝させるときは左脇締めるんだ、うん、じゃあ。そう、寝させて、要は後ろのものをこうするから、ね、あ、こうやってたらさ、ね、もう開いてるじゃない。あ、そうだね、ほんとだ。立たせようとしてたら、あ、はいはいはい、そう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 、確かに確かに。そっか、自分で振り遅れさせられる人がやるやつだ、うん、そう。だからこうやって寝かせて入れてくるじゃない、うんうん、そう、だから寝かせる動画ってあるじゃん。あ、こっちにクラブを回転する、うん、あれって相当レベルが上だからね。もう75以上打たねえよっていう人じゃなかったらクラブコントロールなんかできないんだから。でも75以上打たない人だってやんなくたっていいんでしょあれは必要ない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 んでしょ。必要ない、全くと言ってよ、必要ない。60代出てても必要ないんでしょ。必要ない。じゃあいらないんじゃん。 いらないいらないいらない。あの、やらなくてナイス打てるんだったらやらなくてナイス打った方が優しいんだからそうだよね。あ、本当多いですよそういうの、うん、まあ、多いですよっていうセリフもうちのチャンネル多いんですけど、そういうのばっかり取り扱ってるんであの本当に気をつけてくださいってことが言いたいんですよ。要は動画の見方だったりやり方の違いが出ちゃうといいものも悪いものになっちゃったりするので、本当にその辺は気をつけてください。世の中左脇の動画って多いのかな、多いからうちの回ってんのかな、それとも少ないからうちの見てんの、見るしかないのかな、どうなんだろうね。とりあえず左脇がどうなってればいいんだろうみたいな感じで見るのかな。多分そうだと思う。左脇って言ってるけどどういうことを言ってるのかな、うん、ってことは大体の人は気にしなくていいよってことね。気にしなくていい大体の人は、うん、だってインパクトでこうやって体開けるってことだよね。体開いてインパクトできなかったら左脇が全く意味ない。そうだよね、だからそう、真ん中でジャストで戻すのにって思ったの、さっき聞いてて、うんうん、ここで真ん中でぴったり戻そうってするのがまずインパクトゼロじゃん、うん、ってことは締めなくていいよなと思った、うん、その真ん中でいいよなと思って。捕まえようとしてる人は意味ない動画。あ、脇締めようとしてる人は捕まえようとしないから。あ、なるほどね。こうやってやろうとしてる、はいはいはい、はい、あれだよね、コントロールするんだ、開いてんだもんね。そういうこと。そうだよね、開いてんだもん先に。だから右行くのが嫌で球を捕まえる感じがある人ってもう左脇関係ないから。あ、そっか、そうだよね、うん、その打ち方あれだもんね、全部アプローチしてるのと同じ感じなんだもんね。そう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 、右脇開けてるっていうやつだもんね、うん、逆もあってそのレベルですよっていう人がインパクトゼロやってて、うん、どんどんポテンシャルが落ちちゃって、左脇と胸の開きのインパクトやったらめっちゃ回復したっていう人いるけど。名古屋から月1で必ず通ってる方。あ、なるほど。もう、ま、じゃあ真ん中でジャストで打たなくていいよってこと。そう、こういうインパクトをして、その方もね元競技ゴルファー、で体壊して一旦競技ゴルフやらなくなって、でも今でも腕前はもう競技ゴルフぐらいなんだけど、うん、めっちゃくちゃ完璧主義なの。あ、大変なのよ大変なんだ燃えるけどね。毎月名古屋から 5,6 時間かけて車で、車で、そう、車で来てそのまま車で帰る
レポンス。新幹線、新幹線で月に名古屋から通ってる方もいるよね。ね、いらっしゃいますよね。あれそのうち TX 東京駅も伸びんだっけ、秋葉原から。あ、そうだよ。え、そうなの。そう、始まってんのかな、これ。だからそしたらやばくない？めっちゃ近い、ここ。だって名古屋から東京駅って、え、東京駅って小倉よりもう福岡まで北九ぐらいまで行ってるよね。行ってんじゃない、九州行ってるよね。行ってんじゃない、新幹線、うん、じゃあ全然九州はそう、乗り換え1回で東京駅1回だけでしょ。東京駅で1回 TX の乗り換え1回で確かにね。しかもさ、東海道新幹線からさ、うん、TX ってやばくない？やばいしかも乗り換え1回が TX ってやばいよね。そう、やばい。でも森山のこれでしょ。そう、もう無敵じゃん。そしたらここ近くない？もう近い。隣町、隣町、隣町だよね。隣町名古屋。そのうちね、何年後か分かんないよ。え、じゃあ逆に千葉駅の人とかの方が遠いんだね。あ、遠いそうだよね、遠い、遠い。栃木とかの人が遠いよね。柏の方が遠い。遠いよね、柏の方が遠い。だって柏、もしあの JR の柏駅だったら、うん、砦まで行って、砦で上層線、あ、2が同じだ同じ。じゃあ、でもほぼ一緒ってことでしょ距離は。九州も柏もここに来るの一緒ってことでしょ。乗り換え1回。あ、じゃあ一緒一緒すごい便利なとこに俺たちいんだね。そう、うん、そう。やっぱ守谷はすごいいいですよ、うん、大都会だから、まあ、大都会です、大都会だから、うん、場所的にすごくいいところですよ。ぜひ九州の皆さん乗り換え1回ですので本当かな、本当に1回かな。向こうの、ああ向こうのあれは知らない、知らないけど、ね、地元で新幹線に乗るまでは分かんないですけど、ね、乗ったら乗り換え1回で来れますからTX つくばエクスプレスが東京までつながったらはいつつながるの、ちょっと調べておきますそうだね、なんだっけな、なんだっけね、左脇、あ、そう、左脇の閉まる閉まらない、うん、なんでだろうっていう方がいたらちょっとこの動画参考にしてみてください。おさらいします、大丈夫ですか。大丈夫、名古屋は隣町だよっていう動画です。ケイヤさん近いですかこの間もミーティング最後来ていただいてありがとうございます。名古屋はそう、めちゃくちゃ近いよね。だって車で来れるんだもんそうだね、うん、ほんの 5,6 時間ですから。いや無理だね、遠いね遠い、めっちゃ遠い、めっちゃ遠いよ、遠いよね、めっちゃ遠い。中国も同じぐらいってた時間、中国、中国から来る方いるよね。深圳の方から来る方、うんうん、通われてる方、通われてる、通われてる方いらっしゃいますけども、うん、何時間だ。でも近いんじゃない、 4,5 時間かな、飛行機で、飛行機で。だから静岡の方が遠いから。そうなんだよ、静岡一番遠いんだよね、うん、それだったら北海道の方が全然近い。そう、飛行機、ね、飛行機1時間半だから、うんねえ、そう、福岡とかが近くなっちゃうんだよね。そう、名古屋、静岡が一番遠いと思う。遠いよね、うん、飛行機使えるんだったら早いもんね。早いね、本当に申し訳ないですもっとワンナップゴルフ力あればいいんですけども、まあ、でもこれから頑張っていきますんで今後ともよろしくお願いいたします。脇締めてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ちょっと寒くなってきましたんで、あの早めに上着1枚多く着ていただいて体調崩さないようにお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが絶対入らないでください